やばいな、今日ちょっと濃いな。これもちょっと今縦揺れになっております。そうですね、お昼の暑さは大変なものでした。あー、今ちょうど時期だね。うん、8月半ばかな、うん、撮ってる時は。あ、熱中症対策には水分補給が効果的だそうですよ。麦茶飲んでますわ。ガチャありますか。ドリガチャを選んでください。課金ガチャだ。7万、ぴったり7万。ういポイン、出た、ポケットティッシュ。大外れ、やめましょう。うん、一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。うん、行きましょう。ご指名はみやびさんですね。かしこまりました。女の子のコスチュームに。あ、これできんのかな。ちょっとやってみよう。うん、お好きなアイテムをお選びください。あれ、あ、あるえー、あ、プレゼントしないとダメなのかな、わかんないけど、プレゼントしてみましょう、とりあえず。うん、かしこまりました。みやびです。またのご指名嬉しく思います。本日もよろしくお願いします。はいはい。今日もいいひとときになれば嬉しいです。こちらがメニューになります。うん、3人上がったんでちょっと強めのやつを。うん、かしこまりました。あ、ごめん、こうだけどちょっと行ってみるか。かしこまりました。お待たせしました。うん、梅酒をいただきたいです。くそー、抗えねえ。ありがとうございます。うん、今夜は最高です。うん、早速プレゼントだ。あ、全然上がんねえ。やるね。ててん、ブラックチョーカー絶対似合う。これは、あ、上がった。私にプレゼントしていただけるんですか。これすごく嬉しいです。ありがとうございます。おお、あ、好きなんだこういうの。うん、よかった。ててん。うん、苦手な食べ物、電動歯ブラシかと。苦手な食べ物聞いてみましょう。うん、嫌いな食べ物ですか。うん、そうですね、丼物は女らしくないので苦手です。うわー、この間すき家で3種のチーズ牛丼を食ってしまった。あれうまいんだよな。カツ丼いいね。あ、つい口から本音が。うん、上手な食べ方ができないので本当に苦手なんですよ。なるほど、難しいね、女子力ですわ。あ、あれやってみよっかな。久しぶりに、久しぶりっつうか、もう一回会話。うん、少々お話の間もあるようですし、ちょっとした遊びをしませんか。はいはい。ああ、今月あと一回やったら会いちゃうな。うん、何かやってみたいものはありますか。うん、揚げ揚げはいけるぞ。よし行くぞ、オムラブだ。オムライスラブですか。これレベル上げるぞ。うん、お好きなのを選んでください。に、なにこれ。あ、あれか、鳥。食べられる前に私の分お願いしますね。ちゃんと配分考えないといけないんだよなこれ。上手です。
こう来て、よいしょっと、うっ、えい、あ、それっぽいかな大丈夫かな。ランク8、何これ、攻防クレオ、筆を選ばず、やばい、ろれつが回ってない。手先が器用なんですね、びっくりしました。ございます。うん、ん、あ、ありがとうございます、梅塩いただきたいです。抗えない、ありがとうございます今夜は最高です。可愛すぎる。うん、会話、昔の話聞いてみましょうか。うん、ふんふんふん、それはいいことですね、親睦を深めることはいいことです。最近そうっすね、高校の友人はあんまりっすね。うん、あ、この間スプラトゥーン一緒にやりました、超強え、全然勝てなかった。あのゲーム深いよね。うん、あのね、なんて言えばいいんだろう、普通に単純に楽しんで遊べるけど、上の方の読み合いになってくるとすごいシビアなゲーム。うん、私ですか、そうですね、それは私たちから説明した方がいいっすね。おお、そうだね、そっちの方がいいかも。ちょっとあなたたち、うん、ちょっとやめてください。マサ姉の伝説はすごいよ。お、そもそもマサ姉の率いるレディースチームバタフライの構成員は500人。多すぎる予想以上だった、万事帝国じゃん、うん、武装戦線ぐらいだと思ってた、うん、地元の同世代の女連中で知らない子はいないって言われてたっす。ほう、喧嘩も強かったし、カミソリの異名で恐れられてたよね。カミソリのマサ、かっこよすぎるでしょ。うん、カミソリ雅、うん、私の時なんてマサ姉に喧嘩ふっかけて拳一発も殴り返せず帰り討ちっすからね。あ、そうなんだ、それで惚れ込んじまったってわけ。そうっすよ、これでもマサネ以外には男も含めて負けなしだったっす。キョウちゃんいいな。うん、でもその喧嘩の時に私が惚れ込んで射程にしてもらったっす。私の場合はいじめられてたところを助けてもらって、それ以来かな。ああ、そうなんだ、ハートフルですわ、ハートフルちょっと違うか。うん、武勇伝はたくさんあるっすね、あとはイケメン伝説っす。ほう、結構なんかさらっと言ってるけどなかなか重いヘビーだぜ。ちょっとあなたたち、そこまで話すんですか。イケメン伝説聞きたい。そうそう、有名なのはイケメンランキング1位のやつだよね。ん、当時女子生徒の中で校内イケメンランキングしたんすよ。それはあれだよ、女子校か共学でだいぶ変わってくるけど、その中になぜかマサ姉がいて、しかもぶっちぎりで1位取ってたんだよ。共学だこれあなたたち、昔の話なんて本当によして。多分お姉様とか言われてたんだろうな、割り見てですわ。すごいね本当に。ダメですよ、今は女らしさを磨く時期ですそんな女らしくないのはいけません。うん、黒歴史か。 あら、もうお時間なんですね、もう少しお話ししたかったのですけど。やばいな、予想以上に金使ってんなソーセージが悪かったな。うん、いかがいたしますか。は
それでこそあなたですね。ありがとうございます。まだ飲み足りなかったのでもう少しご一緒させてくださいね。うん、もう一杯ぐらい行かないとあれかな、なんないよな。やっぱ三杯飲み終わったようですけど、何か頼まれますか？みやびさんあれだわ、うん、ちょっと弱いな、ビールにすっか、うん、かしこまりました。どうぞ。三杯行かないと酔わない感じかな、うん。あ、同じかな。はい、うん、そのあ、やべ、どうし、あ、まあいいや、前選んでない方か、うん。もっと優しい雰囲気が出せるような化粧を萌にさんに聞いてみるべきでしょうか。うん、やべやな、最速で丸を押してしまった。グビグビ、あ、うん、ありがとうございます。梅酒をいただきたいです。うむ、ありがとうございます。抗えない。ててん、顔に何かついていますか？これギリ行くか行かないかぐらいだな。お、来たな、すかさず、うん、ああ、あ、これ気になるな、うん。兄弟って後ろのこいつらのことかい？いえいえ、うん、そうそうそう、いるように見えるかい？うん、お察しかもしれないけど一人っ子だよ。そうなんだ、やっぱ。ま、こいつらが可愛い妹分だけどね。惚れるわ。私、マサ姉の妹。うん。ああ、確かにそうなるね。あ。なんだい、もう帰っちゃうのかい？寂しいね。でも。今日も楽しかったよ。また一緒に飲もうじゃないのさ。うん、やべ、氷なくなっちゃったな。いいや、今日はで結構強かったからな、今日は。明日大丈夫かな、結構忙しいんだよな、明日。うん、次は長そうだね。金ちょっとあれだな、貯めないとな。またまったく、こいつらと来たら、うん、キャワですね。でもすごく距離が近くなった気がするよ。いや、っていうかなんかあれだわ、動画見返すと俺キャワって言い過ぎだよな、気持ち悪いな。ちょっと抑えます。うん、またちょっと出ちゃったらすいません。うん、それじゃあまたな。はい、うん、せめて可愛いにしよう。キャワ、うん、なんかでも出ちゃうんだよな。友達がすごい使って映っちゃったんだよね、うん。はいはい、うん、ああ、なるほどなるほど、うん。あ、よいよい、ありがとうございます。ハートマークはうざい、そんなこと言えねえ。下の選択肢ってさ、どういう神経の人が選ぶの？うん、絶対無理っしょ。うん、ああ、いいんやで、うん、俺にだけ使ってくれりゃいいんだよ。
なるほど、行きましょう。なんか増えないかな。うん、2週間か。あ、すげえ増えてる。3週間。おお、これか。これも3週間、3で割るとね、そこまで高くないんだよね。うん、ここまでか。うん、まあいろいろやってみますか。うん、1週間でこれがな。でもな、熟練度とかを考えるとレジ打ちか。うん、あ、でもあれか、今月は別にコスプレイベントないのか。やんなくてよかったな。まあでも熟練度を上げといて損はないと思うから、いろいろやってみますか。うん、じゃあ行こう。うむ、クソ、水着見たかったな。いらっしゃいませ。今日はドリガチャできないぜ。うん、はい、動きやすいのでとても気に入っています。お、さすが。というのは建前でして、実は他の髪型にしたことがありません。かわいい。絶対似合うけどね、いろいろ。うん、髪型って前のやついじれなかったっけ。うん、一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。まあ、機会があれば、初代とかゼロもやりたいですね。うん、多分ナオだけど、うん、俺ナオ大好きだから。ご指名はみやびさんですね。うん、かしこまりました。女の子のコスチュームにご指定はありますか。かしこまりました。オッケー。ドリームマクラブマガジン。ああ、まあそうだ、もう一個。みやびです。お待たせしちゃいましたね。今日も楽しくお酒を飲みましょう。こちらがメニューになります。うん、普通に焼酎でいきますか。うん、こだわるわ。かしこまりました。どうぞ。うん、ありがとうございます。梅酒をいただきたいです。くそー、これでも酔わせらんなかったかな、あんまり。今日はちょっと早めに仕掛けたいですね。ごめんなさい。うん、本当はちょっとあげたいんですけど、たまにはバーボンなんてどうですか。あらがえねえんだよな、あれな。なんでだろうね。うん、今日はすっごく気分がいいです。カイン。うん、ひょい。うん、あ、この間の延長かな、聞いてみましょう。うん、あの時の話は忘れてほしいです。うん、中学ですか。そのバタフライに入る経緯とか聞けんのかな。うん、その頃にはもうあったんです、バタフライ。引き継いだってことかな。小学校の終わりにはできていたそうです。まだマサ姉のファンクラブだった頃の話っすね。へえ。あの頃が懐かしいね。裏で作ってたらしくて、私も知らない間に。え、ちょっと待って、ファンがファンクラブ作って、で、でっかくなってバタフライになっちゃったってこと？あまり思い出したくないので、この話はやめてほしいです。ああ、そうだね。気になるね。いや、いつか話してくれるよ。うん。ヒュイン。おいしいですね。うむ、キョウちゃんを見る。しきりにキョウちゃんを見る。あの、あくまで参考に聞きたいのですけど。うい。女性らしさを磨くための質問ですけど、どんな女性が好みですか。うわー、
これ前もあったっけ？マサ姉が出れた。あったっぽい。落ち着けヒナ。まだ慌てるようなタイミングじゃないすよね、マサ姉。あったな。バカ、お前ら。あくまで参考例だ。この素の状態のあれですね、スノー反応珍しいやつ。うん、いいから何も気にせず答えなさい。これだよね確か。うん、あ、別の選んだ方が良かったかな。今度来たら別の選びますわ。うん、ジェラって欲しいんだけどな。うん、きょうちゃんをずっと見ている。ん、あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。梅酒をいただきたいです。今度はあげる。うん、ありがとうございます。多分これでいけるはず。うん。ハートが結構ガチマックスなんだが。うん、お、これ来てますね。ててん。ちょっと聞いておくれよ。うん、実習単位取得したんだよ。お、おめでとう。さすがだね、マサネ。撫でてあげたい。おめでとうございます、マサネ。みんな、ありがとうよ。祝杯ですね、こりゃ。まだまだ学ばないといけないことは多いけど、嬉しいよ。うん、単位を取得するだけじゃダメさ、もっと教えられるようにしないとね。決まってるさね、また実習に行くんだよ。なるほど。そうだよ、俺自身がまだ納得できてないんだ。そうするのが正しいに決まってるだろ。成人君子だ。そいつは来てくれるならいくらでもって言ってもらってるよ。うん、何かおかしいかい？うん。ああ、そういうことかい。話してもいいんだけどね。なんだなんだ。マサネ、私も気になるよ。ああ、ひなちゃんたちにも言ってないのか。そういえば私たち保育士になる理由って聞いたことないっす。いいかい？笑うんじゃないよ。うん、やべ、ちょっとすみません、 LINE 切ってなかった。いかんいかん、申し訳ねえ。入っちゃったかな音。俺の子供の頃の話なんだけどさ、友達付き合いが下手だったらしいんだ。うん、俺自身気にしてなかったからね。一人遊びでも楽しかったし。なるほど。別に寂しくなかったね。きっと一人が性に合ってたんだよ。うん、ただ周りの大人たちはそう思わないんだよ。どうして一緒に遊ばないのかってね。友達と遊べって叱ってくるやつもいてさ、うんざりしてたんだよ。まあ俺もね、どっちかっつったら一人の方が好きな方だからね。うん、たださ、そんな俺と遊んでくれた人がいてね、いつも優しく笑ってくれてたんだよ。お、もしかして初恋か。そういうことさ。もうあの人には会うこともないけど、俺にとっては一番の恩師だね。うん、男か女によるけど多分女なんだろうな。うん、マサ姉にそんな過去が。そりゃ俺もさ、小学校へ上がる頃には普通に友達と遊ぶ子供だったからね。私もそんな過去があるなんて知らなかったよ。うん、貴重だ。大体
ヒナとキョウには散々言ってるけど、俺は不良ってわけじゃないんだよ。うん、それがすごいんだよ、マサネ。武勇伝じゃないよ恥ずかしいね、まったく。めっちゃ優等生だった。そう言わないでよ、マサネこういうのは射程の仕事だよ。説明するとね、マサネの武勇伝は大体守りなんだよ。うん、お友達が不良たちに叩かれてるから助けに入って倒しちゃうみたいな感じかな。自分から行かないと。あの頃地元あたりでの女性への傷害事件が極端に低いって言われてたっすよね。そうそう、バタフライ効果で喧嘩が少なくなってたよね。かっこよすぎる。うちのチームじゃ悪いことはご法度にしてたからね。正義ってわけじゃないよ、人様に迷惑かけるなって言ってたんだよ。喧嘩をするなとは言わないよ、ただ仁義道徳筋は通せって話さ。男前すぎる、頭上がんねえわ。うん、そうだね、俺は多分今も一人で遊んでたろうね。そっか、その保育士さんに会ってみたいっすわ。あの人に会えなかったら今の俺はいないしこいつらと会うこともなかったからね。そう言うとその保育士さんには感謝だね。まったくっす、いい保育士さんっす。すげえいい話を聞いた、深い話を聞いたぞ。もう時間みたいだね、もうちょっと一緒に飲みたいのにね。どうするんだい。うん、お、嬉しいね、これでまだ飲めるってもんだよ。じゃあ引き続き飲もうじゃないのさ。うい、よろしゅう。あ、そうだ、忘れてた、グッと来るぜ。喜んでくれないかもしんないけど、うん、こいつは俺に似合いそうだね。そこまで考えてくれていたんだね。よかった、喜んでくれた。気持ち嬉しいよ、ありがとうな。いい感じだね。うん、お前もお酒は進んでるかい。おかげさまで。飲み終わっているみたいだね、何か頼むかい。うん、これ任せてもいいんじゃなかろうか。俺のおすすめはこれだね、ほらどうぞ。あざます、ブランデーかな。うん、カラオケ、あーどうしよっか。カラオケだと多分行っちゃうよね、カラオケに。うん、これ聞いてみよっか。うん、それは俺の意見でいいって言うのかい。おなしゃす。うん、そうだね、もう成人してるんだし、スーツがいいよな。ほう、派手なのも嫌いじゃないが、シックなのがいいね。うん、あと暗めのシャツにサングラスで。マフィアだ。難しいのはネクタイだね。白いネクタイもあるかないけど、男らしく解禁かね。龍が如く？それにネックレスつければ多分俺のあれだよ、リアルの俺の姿にだいぶしっくりきてる感じだと思う、それは。うん、よく顔が怖いって言われます。あ、今おかしいことを言ったか。うん、
チンピラっぽいんだよね。うん俺多分、うん、バイオレンス映画の主人公っぽいので考えてみたんだけど、ダメかい？アウトレイジ。そうかい。残念だね。多分このドリクラの主人公には似合わないかもしんないけど、がっつり俺に似合うと思う。うん。こっちできるだけ飲んどいて、あげて、お。気が利くね。梅酒が飲みたいね。キャワ。話せるじゃないのさ。これ最後なんで、うん。これギリまで持ってこう、うん。お、ここで止める。最近どうなんだい？相当ギリギリだなこれ。うん。変わったこととか良かったこととか、そういう感じで何かなかったのかい？それはもうこの時間ですよ。丸ですよね。そういうのを聞いてるんじゃなくて、うん、ああ確かにそう聞いたね。うん、うん、ちょっとね、ちょっと気が抜けてただけだよ。お疲れなのかね。毎日勉強ばっかりだしね。ああ、でもこうやって話に来てくれてるのに、こっちが気抜くのも失礼な話だな。うんうん。いや、すまねえな。お前の言葉で目が覚めたよ。ありがとうな。いえいえ。ああ、そうするよ。これ結構有効に時間使えたんじゃないかな。あと5分しかないしね。うん。あ、なんだい。でも今日も楽しかったよ。オッケー、結構上がっただろ飲酒レベル。グイーン、いいね。金もちょっと貯めていかないとな。うん。今日もありがとうな。楽しかったよ。うん、そう言ってくれると嬉しいね。さあ今日はこれで看板だ。また今度飲もうぜ。うい、いやー楽しかったっすね。あーもうちょっとやりてえなー。うん。8月4週うい、これ見て、じゃあ切りますか。はい。うん。うん。うわー、ありがとう。基本的に下を選べないよね。うい。うん。なるほど、確かに。やーべえ、これは嬉しいな。うん、超嬉しいな。オッケー、切りますか。じゃあ一旦424、俺の誕生日だ。お疲れ様です。